これは速報ニュースです。これは900ニュースです。今日は日本時間10月25日です。JR 東日本公式サイトによりますと、横須賀線の横浜駅で5時15分頃、人身事故が発生しました。上下線で運転を見合わせた6時6分頃に運転を再開し、上下線の一部列車に遅れが出ていました。湘南、新宿南、横須賀線内での人身事故の影響で高崎線の東海道線の一部列車が運休となっています。湘南新宿南は横須賀線内での人身事故の影響で横須賀線と宇都宮線の一部列車が運休となっています。